東京裁判での平沼喜一郎国本社は、大正後期から昭和初期の右翼団体、政治団体。事務局は、麹町区平川町6番地。会長は、検事総長、大臣委員長であった平沼喜一郎。国本社、国本総監号目次。1921年。国本運動は、田沼時代に、松平定信によって提唱され。 明治維新当時には岩倉智美が国本七箇条を朝廷に検索している。その後に国本主義を拒いしたのは1889年創刊の雑誌日本及び日本人1890年創刊の雑誌国本であったが社会主義思想が台頭し吉野作造の民本主義に影響を受けた新人会が東京帝国大学にでき 新思想の根幹となったため、衰退していった。天皇帰還説と対立する憲法学者、上杉新吉や天野達夫は1918年、新人会を反日本思想であると位置づけ、広告同士会を結成した。さらに、上杉の弟子であり、官員でもあった、弁護士の竹内賀球児と弁護士、大田光造が奔走し、1921年から帰還し、 国本を発行した。平沼喜一郎を迎え、広告同士会から国本社と解消した。当時は東京市麹町区中6番町14番地に所在。後に第2本広告同士会を結成した弁護士、綾川武春、平松一蔵また第1東京弁護士会第5代会長堀江選、一郎、政治家の坂谷義夫、などが国本社の会員であった。 国本社は、自らの政治活動の根拠として、国粋主義を掲げ、1921年1月に設立された。会長には平沼、専務理事には竹内賀球児が就任した。国本新聞、機関紙、国本を発行したが、実態としては、平沼の政治活動の支援団体の性格もあった。平沼の人脈を活かし、副会長には、 東郷平八郎や山川健次郎が就任。官僚では、原義道、鈴木木三郎、塩野末彦、小原正、小山松吉、後藤文夫、鎌田栄吉。軍人では、海軍の東郷、加藤寛治、末次信正、斎藤実大隅峰夫、陸軍の上原雄作、宇垣一世、荒木貞夫、正木仁三郎、畑信二、菊池武夫、 小磯国明、長田哲山、在会からは、池田茂明、結城と太郎。学会からは、山川健次郎、哲学者の古西義直や学習院大学教授木平、正美、医学者、荒木寅三郎、倫理学者、深作康文、文学者、高田露伴や三井講師、農学者、横井時吉らが会員となった。 平沼が大審委員長であった1922年には基礎弁議主義が立法化された。1923年の関東大震災の混乱の中で平沼は司法大臣に就任し治安維持法前進の直令治安維持令も交付された。同年12月の虎ノ門事件では殺傷宮が狙撃され、このことで山本内閣は翌年に総辞職し平沼も辞任した。 また平沼は、1925年設立の帝国弁護士会の名誉会員にもなるなどし、国本社は1932年の5.15、事件後の調査によれば、全国に20万人の会員を要し、協議団体から実行団体へと移行しつつあった。1927年には、会員弁護士、綾川武春が、東京吹田豊島郡西菅母町向い原に、 大日本公国同士会を結成。国本社は、規制政党からは、一的国とみなされ、西恩寺金持ちらからは、ファシズム思想であるとして警戒され、法学博士、騎士一なども活動していた。新人会は3.15事件の後の1929年には、日本共産青年同盟に吸収された。1936年の2.26事件が、 発生した時には、会員の小笠原長親加藤、正輝らが連絡を取り合い、平沼、または加藤内閣を画策するも失敗。一方、憲法の番人と言われる、数密院の副議長を務めていた平沼は、同年3月にその議長に昇格して、国本社会長を辞任したため、国本社も同時に解散した。その2ヶ月後の5月には、思想犯保護観察法が成立した。 ありがとうございます。